どうも、釈迦です。今日の動画なんですけども、今年ももうあと少しというところで、今年2020年買ってよかったスニーカーをランキング付けしてやっていこうかなと思います。今年もまあまあスニーカーを買ったなぁと思うんですけども、その中で厳選してベスト5ね、ちょっと決めていこうかなと思います。何を基準にして決めようかなと思ったんですけども、単純にね、気に入ったものもそうなんですけど、まあ、コスト面も大事なのかなと思ってね、まあ、その部分もね考えながらちょっと決めてみました。はい、ではまず5位からやっていこうかなと思うんですけども、5位はですね、こちらになりますね。はい、こちらがですね、ナイキサッカー LD ワッフルナイロンですね。はい、こちらをね、5位にさせていただきました。ナイキとサカイとのコラボでは第2弾のやつですね。まあ、第1弾のね、黒を持ってるんですけども、意外とこっちの第2弾の方が全体のコーディネートにね、馴染みやすくて使いやすかったんですよね。まあ、かなりね、気に入って履いてるんですけども、5位にさせていただいた理由としてはですね、まあ、真っ白というところでね、汚れがめちゃめちゃつくんですよ。まあ、なので毎回毎回履くたびにですね、汚れを落としながら履いているので、結構ね、手間がかかるというところでね、まあ5位にさせていただきました。デザインがね、めちゃくちゃ気に入ってるんですけども、やっぱりね、この二重の数字だったりとか、かかとが二重になってたり、シューレスも2つっていうね、この立体感がね、めちゃくちゃ個人的にツボです。この酒井とのコラボに関しては、まあ、合わせ方によってね、ダサくもなるし、めちゃくちゃかっこよくもなるっていう、まあ、すごくね、難易度の高いスニーカーなのかなと思ってるんですけども、まあ、そのね、難易度の高さがね、僕個人的に惹かれたポイントですね。挑戦させてくれるような、そんなスニーカーなのかなと思うんですけども、最近ね、発売されたペガサスベイパーフライ、あれもね、狙ってたんですけども、見事にね、買えなかったですね。まあしょうがないですね。僕はあんまりレアスニーカーみたいなのは履かないタイプなんですけども、ナイキとサカイとのコラボに関してはデザインがね、単純に好きですね。という感じで5位はナイキサカイ LD ワッフルナイロンでした。はい、では次4位がですね、こちらになりますね。はい、こちらがですね、メゾンマルジェラのジャーマントレーナーですね。はい、これがね、20SS のシーズンのモデルなんですけども、ペンキ加工がね、こう施されているようなモデルですね。こちらをね、4位に選ばさせていただきました。4位の理由としてはですね、めちゃくちゃかっこいいんですけども、なかなかなお値段したんですよ。定価が10万円ちょいぐらいで、僕はね、セールで購入したんですけれども、まあ、それでもね、なかなかな金額だったので、4位にね、選ばさせていただきました。3、4年くらい前に、アッパーにだけペン加工が施されているモデル買ったんですけども、それがね、なかなか合わせ方が難しくて、今回買うか悩んだんですけれども、まあ、これね、買ってよかったです。最初買った時に比べてだいぶペンキの部分が剥がれてきてくれてるので、毎回履くたびにね、こういう違った見え方になるっていうのもね、新鮮な気分で履けるので、すごく履いてて楽しいんですよね。今回のマルジェラのジャーマントレーナーは本当買ってよかったなって思いますね。意外とね、ペンキシリーズでもこういう白ベースとか、まあ、単色のものはね、使いやすいのかなと思うので、まあ、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。ということで、4位はメゾンマルジェラのジャーマントレーナーでした。はい、では続いて3位がですね、こちらになりますね。はい。こちらがですね、サロモン×フミトガン流のスニーカーですね。はい。トレイル系のね、スニーカーですね。こちらをね、3位に選ばさせていただきました。3位として選んだ理由としてはですね、デザインはもちろんね、好きなんですけれども、これね、脱ぎ履きがめちゃくちゃ楽なんですよ。このクイックレースでシューレースを絞れたり、緩めたりっていうのがね、完結できるので、玄関にあるとつい履いてしまう一足でしたね。サロモンのスニーカー、今人気だと思うんですけれども、5年くらい前にパリのブロークンアームっていうセレクトショップがあるんですけれども、そこに置かれ始めてからね、人気がすごくね、上がってきたのかなと思っていて、日本では2年くらい前からトレル系のスニーカーが流行ってきていて、ショップで目にするって方もね、多いんじゃないかなと思います。トレイルランニング用のスニーカーってデコボコした道で履くための靴なので、やっぱりね、長時間歩いても疲れにくいっていうところで、まあ、結構ね、歩くなっていう時はね、これ履いてましたね。このカラーリングも非常に気に入ってるんですけども、これはね、通常のサロモンではなくて、サロモンアドバンストっていうちょっとファッション寄りにね、落とし込んだモデルですね。テック系のファッションをするときにね、使ってたんですけれども、意外とシャツにスラックスとかでこれ履いてもね、意外とスッと馴染んでくれるので、幅が広がる一足なのかなって思いましたね。見た目に反してコーディネートのしやすさ、合わせやすさというところで3位に選ばさせていただきました。ということで3位はサロモンアドバンスト×フミトガン流のスニーカーでした。はい、では次2位がですね、こちらになりますね。はい、
ちらがですね、ハイックスというブランドのブラックイーグルアスレチック 2.1 GTX というね、モデルですね。はい。こちらをね、2位にさせていただきました。これはですね、ファッション YouTuber の中村さんの店、リュウでね、購入させていただいたものになるんですけれども、これは多分ね、今年一番履いたんじゃないかなっていうぐらいね、めちゃくちゃ履いたスニーカーですね。なぜ1位じゃないのかっていうところなんですけども、価格がね、2万7000円くらいしたんですよ。まあまあするなというところでこの2位にさせてもらいました。ハイックスっていうブランドはですね、ワークブーツを作ってるシューズメーカーなんですけれども、レスキュー隊だったりとか、あと消防士さんだったりとか、過酷な環境でね、働く人に向けて作られたシューズメーカーなんですよ。なので、もともと防火ブーツを開発して有名になったブランドなんですけれども、まあ、これはですね、それをファッション寄りにしたようなね、モデルになってます。さっきも言ったと思うんですけど、トレイル系のね、スニーカーは流行ってきてるのかなと思うんですけれども、トレイル系のスニーカーって結構カラーリングが派手めじゃないですか。なので、僕個人的にはさっきのサロモンみたいなカラーリングが派手めなやつもね、好きなんですけども、トレイル感も残しつつシンプルなものを探していて、これはね、両方兼ね備えてるっていうね、めちゃくちゃ履いてます。当然トレイル系のスニーカーなので機能面に優れたスニーカーなんですけれども、アッパーがゴアテックスになっているので撥水性に優れてるね、靴というところで結構雨の日に重宝してましたね。さっきのサロモンと同様にドローストリング仕様になってるので、紐が垂れて見栄えが悪くなったりするっていうのがね、ないので、スタイリッシュに見えるというところもね、僕個人的にいいなと思ってます。というところで2位はハイックスのブラックイーグルアスレチック 2.1 GTX になります。はい、では栄えある1位がですね、こちらになりますね。はい、こちらがですね、ノベスタというブランドのスニーカーになりますね。はい、これはね、本当に買ってよかったです。めちゃくちゃ気に入ってるんですけども、まあ、これが1位の理由としてはですね、まあ、デザイン面もね、そうなんですけども、価格面がね、すごくいいなと思っていて、これで1万円なんですよ。めちゃくちゃ安いなと思って即決して購入したんですけども、これはエディションっていうセレクトショップがあるんですけども、そこでしか買えない別注のスニーカーになってます。通常のノベスタだとこのペンキがね、ないんですよ。なので、もともとブランド自体は素朴な印象のスニーカーを作ってるブランドなんですけども、これはすごくね、エッジの効いたスニーカーに仕上がっててね、僕個人的にすごく好みですね。で、普通スニーカーを作るのに機械で作ってるところが大半なのかなと思うんですけども、ノベスタのスニーカーは生産工程の9割が職人によるハンドメイドで作られております。僕個人的にハンドメイドっていう言葉に弱くて、手間暇がかかってるなっていうものってね、その作り手の思いみたいなものが見えてきてすごくいいなと思っております。このノベスタのスニーカーはモードに使えるなというところで購入させていただいたんですけども、僕結構ね、黒の洋服が多いので、こういうエッジの効いたスニーカーね、めちゃくちゃ重宝するんですよ。価格面、デザイン面、両方兼ね備えてるというところで、こちら1位にさせていただきました。はい、ということで今日は今年2020年買ってよかったスニーカーベスト5決めさせてもらいました。こうやってね、振り返ってみると、結構厳選してスニーカー買えたなって思いますね。よかったらね、皆さんの今年買ってよかったスニーカー、これがよかったみたいなのがあればね、コメント欄で教えてください。皆さん何買われたんですかね？めちゃくちゃ気になりますね。という感じで、いつもね、ファッション系を中心にアップしておりますので、この動画が少しでも気に入ったよっていう方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。あと、インスタグラムもやっておりますので、そちらもぜひフォローの方お願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。